い。この前参拝してからね、その頭カッパか言われまして、ほんま俺カッパみたいに、カッパになろうかな。なんでも言えねえけどね、ちょっと正直散髪失敗したかな。思ってないよ、思ってない、思ってません。はい、今日はですね、松戸市といきますよ、皆さん、カレイとヒラメ、お魚ね、違いわかりますか？違い、カレイとヒラメ、よく言われるのが、カレイは右目で、ヒラメは左目、まあ僕はヒラメの日と左目がやかっていうふうにね、目があるというふうにね、聞いたりして覚えてるんですけど、これね、反対の場合もあるそうなんですよ。ヒラメなんですけど右目、カレーなんですけど左目っていうのも実はあるそうなんです。だからこれで全てが分かるということじゃないそうなんですけども、それがヒラメはね、基本的によく動くそうです。だから身が締まってて、ヒラメは刺身に美味しいんですね。でカレーは逆に土の中に埋まっているので、まあ、身が柔らかいの煮付けとかそういうふうなことに使われやすいということなんですね。それからヒラメは貝とか食べてるんで、ね、口がね大きくなって目が小さい、ね、貝をね、そしてカレーは土の中に埋まってるんで、やっぱこう目をギョロギョロしてね、見つけないといけませんから、大きくて飛び出していて、口は逆に小さいということなんですね。今日ちょっとカレーの、ヒラメの違いというものを紹介させていただきます。ちなみにも全然関係ない。コアラ、全然関係ないですよ。コアラの食費がね、1日ね、すごい、何万円 ?4、5万円かかるんです。コアラの食費。だからコアラってえらい食費でえらいかかるような、何もしないよ、やっぱ人気があるのはいいねんけども、笹の葉っていうのは高かったりね、特殊なものやったりするんですからね。コアラの食費1日5000円。これ関係ない余談なんですけどね。どうもありがとうございました。急に終わりです。ありがとうございました。見てる人びっくり。